こんにちは。こんにちは。今回は皆さんにお知らせがあります。はい。はい、ギリギリになりましたけども、来たる3月18日。土曜日かな。土曜日。西日本ツリー博。ね、お招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。日時です。ブルーステージで、僕と一致で行ってきますので、はい、ぜひ見てほしいです。その前が、デッドステージ。はい。で、辻岡さんが話す。もうちょっと見に来たけどさ、話聞けんとかな。ギリギリでしょうね。時間かぶってないですからね。まあね、もしかしたら、はい、まずこれが1点ですね。はい、来てもらえればありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。そうそう、今日から始まる企画、うん、九州阿弥陀仁の旅、はい、はい、リベンジリベンジャーズ、リベンジャーズ、九州リベンジャーズ、九州、はい、九州リベンジャーズ。まあなかなか、まあ、ドラマは起こってますよ。そうね、はい、そうね、うん、ああ確かに、もう視聴者さんのドラマを起こしてます。そうですね。ああ、もうね、ドラマ起こってますよ。先に言っておきたいことがあってね、あのね、行くのが嫌なんじゃないですよ。その気が嫌いなわけじゃないですよ、うん、遠いんですよ。前回の、まあ、改良点、視聴者さんのね、コメントいただいて、あの場所を同じにした方、もう2つセットにした方がいいんじゃないかとかいろいろあったんですけど、まあ、リベンジなんでね、やっぱ見たら見たで、唯一それで改善で考えたのが、前日にもうくじを引いて出発を決めていいというルールに変えております。なのでどっちも朝まずめ全員見てるし、次の時間は今回はもうふんだんに取れてる状態で、はい、2泊3日やってきたんでね、ぜひ見てほしいなと思います。これがまず2点目ですね。はい、面白かったです。朝ね、あのお世話になった今回の旅でそれぞれが各エリアでお世話になった人たちに一言、美味しくいただきました。諦めないことが大切って教わりました。一言。やっぱね、竿はね、老朽化するよ。あー、まあね、あの懐かしのカレーに会ってきましたよ。うん、ね、懐かしかった。まあ、どこに行ったんだろうねって話ですよ。なんでぜひ見てください。この後だから、はい、6時からになりますけど、はい、見てもらえればと思います。お願いします。で、最後に1点、これはね、うちとしても超重要なことだよ。はい、超重要、いや、本当に重要なんだよね。で、まあ、最後の3つ目は、今からね、あの場所、別の場所取ってきております。みんなで、ね、ぜひ見てもらえればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全部お願いします。本当によろしくお願いします。明日は我が身でございます。どれがありがとうございます。今回は3ヶ月に1回のグッズ販売の期間でございます。はい、よろしくお願いします。お知らせでございます。もうよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回新しいニューアイテム、はい、こちらが出たんですね。はい、出ましたですね。毎回その限定なんで、売り切れたらもうまたその販売がないっていう状態で進ませてもらってます。うん、洋服屋さんでもちょっと何でもないんですけど、合意的にはね、今こう出てると思いますけど、シール釣り竿に貼れるのが欲しかったのよ。釣り竿とかちょっとしたところにペコって4センチぐらいのこのあのちっちゃいシールもついてる。スマホとかの裏にも貼りやすい。ああ、なるほど。裏をね、竿、うん、に貼る、うん、貼ってもらっとけば嬉しいなって思いました。ケイコちゃんの方から紹介していきますね。はい、爆笑予告 T シャツでございます。色8が出てる。はい、16、8で。16、8。中からシーバストタイトね、アラカブと飛び出てるよみたいな、はい、イメージのやつと、で、後ろにこうやって爆笑。ちょっと切り抜きの爆笑予告、何か彷彿させるような、うん、犯罪地味とんだ。で、あと徳さんが来てるのがこれはあの前一緒です。一緒さっき見たやつだ。これが、前これあのフード付きでちょっと薄手の生地があったんですけど、はい、今回ちょっと少し厚めの生地で、はい、まあ、胸元にこの無限爆鳥のね、はい、食物連鎖のマークがついとって、で後ろにはいろはのロゴと、はい、こういうなんかちょっとね、キャンプっぽいものあしらったようなものがついております。ね、暑かね、これ結構暑いですよね。ここは結構、うん、あの薄かったらなくてこのちょっと暑い、うん、だから逆、夏になった時に暑くなって、そうなんです、うん、冬の時に薄かったんですだけ。あの一応5月上旬届くんでギリギリ着れるかもしれないですよ。ギリギリっすね。ギリギリ着れるかもしれない。ギリギリこれね、はい、イロハシャツでございます。イロハシャツ、うん、そう、これ胸元に、まあ、ちょっとなんかあの緩い感じのね、手書きのイラスト、もうこれ刺繍なの、初めて刺繍。おー、刺繍。そう、とか思ってワンポイントでカッターシャツとかじゃなくて、ちょっと厚めの
オクスフォードシャツのボタンダウンなのでそんなに透けないんですよ、1枚でいけるし結構気軽に着れて、フォーマルにもカジュアルにもいけるんじゃないかというものでございます。なんかちょっと夏っぽいなんかイルハのイメージのね、ロゴが入ったあのメッシュっていうかドライのめっちゃ涼しいロング T シャツ。まだ寒いよね、寒い3月だもんね、これは夏にいいですね、確かに久しぶりにタオル作ります、このロゴのやつのこうピンクと白のストライプのね、やつのね110センチの21センチかな、リスンサイズ、はい、はっちゃん待望のそうロゴ入った、シンプルなキャップですね、他にもこうちょっとボトルとか予定してるんですけども、今の段階ちょっとちょっとデザインが一応こんな感じ、一応こんな感じ、そうボトル、ボトル可愛いですね、あ、ここに緑ちゃんがおる、そうで、ホットアイスいけて 350ml だから、まあ結構入る、そうコンビニのコーヒー2杯ギリギリ入らん、一口飲んだら入るぐらい、そうペイコちゃんが持ってるこれトートバッグ、これはツリーハウスと球体テントのイメージで、生地がね、しっかりしてるんです、そうお買い物の時とかもいいし、キャンプとかに行く時にこういうのとか入れてたら生地もいいですからね、エコバッグにも使えるし、全部受注販売になってます。ボトルとかも数量が限定されてるもの、サイズによっては数量が限定されてるものもありますので、ちょっとお早めにホームページの方見ていただけたらと思います。受注受付期間が2023年の3月17日から3月の28日までとなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。